さあ時刻は12時を回りました。トークランチョンビート、本日のお相手は私奈良蓮と、こんにちはセバスチャンです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日さ落ち込んでんだよね俺ね。なんで？もう事務所に行ってさ、おはようって言ったんだよ、局長に。何え何気持ち悪って。何気持ち悪いってと思って。いや違う、何あのめっちゃ笑顔だったじゃん。そう、笑顔が何が悪いんだよお前。いつもじゃないじゃん。いつもなんか真顔でおはようって。ダメだよそういうのは。それさ、あのほら、例えば今日から俺は変わろうと思ってさ、はい、笑顔でおはようっていう人に対してさ、はい、気持ち悪いはないだろそれは。いやなんか企んでそうだったもん。企んでないよ何も。なんかあったんかなって思ったよ。いや笑顔でね、会社の雰囲気を良くしよう、そして行く先々で笑顔でおはようと言おうと思ったわけですよ、で今日だってなんだっけ、あの FM 那覇の前でね、はいはい、知らない人におはようって言ったんですよ僕。知らない人に、おばあさんがいたから、うん、おはようって言ってスルーして行きよったんですよね、あのスルーかって思ったら、そのおばあさんが振り返って、あ新聞見たよって言っててじゃあおはようって言ってよって思ってあれだよ。じゃあおはようって言ってよ。あのね、あの一歩一歩ですよ。何がだ、これから毎日笑顔でおはようって言ってくれたら、それもにもなれるから。もうお前が変われよ俺じゃなくて。あだから気持ち悪いって言うなよ。だからなれるから。だから別に。あなるほど、ね、それが普通になってるんじゃない。そっかそっか、そうね、今までがちょっと真顔、真顔っていうか真顔でおはようだって、おはようってね、そうね、今日から誰でも変わりたいと思う日があるかもしれません。そういう時はですね、変わってみたらなんか人にこうやって気持ち悪いとか言われるかもしれないけども一歩一歩積み重ねだと、今日セバスチャン局長からありがたい言葉をいただきました。皆さんもね、変わりたいと思ったらそういう風に変わっていくといいと思います。はい、というわけでトークランチョンビート、今日はですねトークテーマ発表していきたいと思います。今日のトークテーマ、今更聞けない GoToキャンペーン。今更聞けねえよ GoTo キャンペーンについて、だってさもうなんか GoTo キャンペーンって結構前からやってるみたいだしさ、ね、でなんかツイッターとか見ると、なんかホテル代がいくらでなんかこうなんとかクーポンがこう返ってきて、でこうお金こんだけにもらいました、すごいお得でしたって言うけど、何言ってんだこれ。何みたいな話だっけ、そしたらなんかテレビとか見てたらさ、なんか GoTo キャンペーン一人何回でも OK だったけどなんか1回までになりましたとか、なんかちょっと縮小します的な感じのやつが出てきたりとかさ、なんかごちゃごちゃしててさ、の分かんなくてさ、で人に聞きたいんだけどさ、そう聞いたらさ、ラジオ局やってるくせに GoTo キャンペーンも知らないのとか言われるかもしれないじゃん、だから恥ずかしくて聞けない、まさに今更聞けない GoTo キャンペーン。そうね、後藤って誰だよってそもそも思ってね、後藤って誰、ま、後藤じゃねえよ。後藤が誰だかまず分かんないから、まずその後藤さんについても聞きたいし、なんかこう分かんないことがたくさんあるから、 あったんだけど、今日のゲストはね、ベイサイド泊まり、ホテルベイサイド泊まり W さん、はいはい、ホテルの人ですよ、そこの人がね GoTo キャンペーンについていろいろ教えてくれるっていうことなんで、あよかったと思って。よかった、現場の人に聞けば間違いないやと思ってね、今日はそして僕みたいにね、そのみんなね、あの GoTo キャンペーン知ってるつもりだけど知らないとか、まあ、知ってるつもりじゃないんで、そもそも知らない人たちいっぱいいると思うんだ、だからそういう人たちの本当初歩の初歩で GoTo キャンペーンじゃ活用してみようかなとか、そんな気持ちになれるようなね、ものだったり、いやそもそもそういう制度について、どうなのかっていうそのところにも立ってない人たち、はい、僕みたいな人たちがいたら、こうラジオで聞いて GoTo キャンペーンについて、一緒にこう学んでいけたらいいなというふうに思います。今日のトークテーマは今更聞けない GoTo キャンペーンでございます。よろしくお願いいたします。はい、この番組は YouTube ライブ、ツイキャスを通して映像配信していますよ。ぜひ映像もご覧ください。コメントエピソード体験談、今日のトークテーマ今更聞けない GoTo キャンペーン、聞きたいことがあったら今日ホテル関係者の人が、ホテル関係者っていうかホテルの人がね、来るので、ぜひ質問していただけたらいいと思います。ツイキャスのコメント欄、もしくは FM 那覇のホームページにメールフォームがありますので、ぜひぜひどしどしお寄せください。またリスラジアプリダウンロードしていただければ世界中どこからでもお聞きいただけます。リスラジアプリ、スマホでダウンロードしてみてくださいね。よろしくお願いいたします。今日もトークランチョンビート始まるよ。
さあというわけで、トークランチョンビート生放送で FM 那覇からお送りしております、はい、ツイッターのトレンドにねこんなのがありました、バイデンさん 大統領候補っていうかこのね立候補してるバイデンさんが、うん、動物の森を使ってその選挙活動というかねなんか動物の森の中に選挙事務所を作るっていうことをしているそうです非常に面白いと思ったんですけど、うん、これ知ってるかな日本でもそれをやろうとしたっていうあ分かる分かる石破さんがね、うん動物の森を使ってやろうって、うん、だけどそれは任天堂の規約によってなんか政治的な活用はそのダメじゃないかみたいなことがあって断念したんだけど、うん、アメリカはやってるんだよねそうなんだねこれにはなんか理由があって、うん、そのアメリカと日本の任天堂のその規約が違うらしくて、うん、アメリカでは OK みたいなんですよ、はいはい、でその動物の森なんですけども、まあ、どんなゲームかっていうと、うんまあ、ネット上でねその主人公のキャラクターを動かしてねその 森っていうけどその村を作っていくっていうゲームで、うん、なんかこのいろんな動物たちが住人としてやってくるんですよ、はいはい、でそれでどん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 その島のね動物の森って言うんだけど、まあ、島なんですよそれ、うん、島をどん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 今開拓していってそれであの畑作ったりね、うん、畑じゃないかごめんあの畑は作らないか畑作るか畑っていうかそのリンゴの木を植えたりとか、うん、桃の木を植えたりとか、うん、でその木からなった実を収穫して売りに行って、はいはい、お金を稼いで、はい、そのお金で家具買ったりして、うん、でこう自分の部屋の中のその家具を揃えて、うん、でそこなんかどん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 そういう風に、充実させていくっていう、はいはい、なんかそのゲームの世界でのそのライフ、はいはい、生活をこう築き上げていくっていう、はい、そういうゲームなんですよそれがね非常に面白くて、うん、集まれ動物の森っていうのが今一番新しいやつで、うん、任天堂スイッチっていうゲーム機で遊べるんですけど、うん、もうすごい大ヒットしててね大ヒットしてますねめちゃめちゃ大ヒットしてる、うんもうすごい売れててね、うん、でプレイヤーもめっちゃ多いと、うん、でいろんな人がいろんな島をこうクリエイトしてて、うん、人の島に遊びに行ったりすることもできて、うん、面白いんですよね、うん、で何が僕も実はスイッチで動物の森やってますあそうなの、うん、やってます、うん、めちゃくちゃ面白くて、うん、僕が面白いと思うのはそのこのゲームってすごいそのほんわかしたゲームなんですよ、うん、暴力的な要素なんとか、うんなんかそういうねあの銃で人を撃つとか、うん、そんなグロテスクなゲームじゃないんですよ、うん、もう本当に可愛い動物たちが島でのんびり暮らすっていうゲームなんですよ、うん、でリンゴの木を植えたりとか、はいはい、さっきも言ったけどその虫捕まえたりとか、うん、魚釣ったりとか、うん、ほんわかしてるゲームなんですよ、うんうん、その中で僕が面白いと思ったのが他プレイヤーの島に遊びに行けるってさっき言いました、はい、でその島の木とか抜けちゃうんですよプレイヤー木抜けるんですよ、うん、僕何の気なしにスコップで友達のそのとこに行ってね、うん、なんかこうやったら木抜けちゃったんですよ、うん、でえって思って、うん、ちょっと友達が焦ってるわけですよ、うん、なんで木抜くのみたいないや、いや抜けんのこのゲームって思って、うん、であごめんごめんあの抜けると思わなくてって思って、うん、なんか石が岩があって、うん、岩ってなんかこうそのスコップでなんか下級のスコップでコツコツすると鉱石みたいなのが取れたりする、はいはいはい、でその岩結構貴重なんだよね、うん、でもちょっと上等なスコップでやると一気に岩をこう掘り起こすことができちゃって、うん、二度と戻らないっていうのがあるんですよそれやっちゃってねもう何にも知らなくてでなんか気づいちゃったんですよ、うん、これ平和なゲームじゃないかもしれない荒らせる荒らせるんだって思って、うん、え任天堂さんの本当の目論みは、うん、ここからなのかなってで気づいてなんか床とかにね、うん、イラストとか自分でこうドット絵で描いた絵とかを貼れるわけですよ、うん、でそのドット絵のところでなんかボタンを押すとですねこう足でスッスッって皿、うん、削り取ることができるんですその削り取るやり方やなんかもういか、 なんかいかにもね、うん、あの人ん家を荒らすかのような、うん、動きでね、うん、すごくシュールで面白くて、うん、そこからそのゲームの楽しさに気づいたら、うん、虫取り網ってあるんですよ、うん虫取り網って振るっていう動作があるんですね、うんうん、これもしかしてって思って、うん、住人のところに行ってね、うん、その動物可愛い動物たちの住人のところに行って、うん、虫取り網を振り下ろしたんですよ、うん、そしたら殴れるんですよあれハートフルな本アカゲームじゃなかったのかなって思って、うん、で殴ったらその住人がちょっとうんって顔するんですよ、うん、うんって顔するでもその後またニコニコするんですね、うん、でもう一回叩いたらまたうんって顔するんですよ、うん、でまたニコニコし始めるわけですよ、うん、でもう一回叩いたら、うん怒るんですよ怒っちゃう住人たちが怒っちゃう
その動物たちが、はいはい、動物の森の住人たちが怒って、はい、なんでこんなことするのって言うんですなんだこのゲームって思って集まれ動物の森、なんかその怒らせることができるんだって。で選択肢が出てくるわけです、うん、その方2つ、なんかどっちもごめんね系のやつなんです、うん、だからもう強制的に謝る感じなんですよ、うん、こっちが、うん、謝ったらその謝った言葉だけで、うん、その住人はすっきりしちゃうんですね謎ゲームだなと思ってね、本当にその集まれ動物の森で、その中でいろんなそのさっきも言ったけど活動ができるわけですよ、できる、うん、人も殴れるし、うん、あの人のねとこ荒らすこともできるし、まあ、荒らせないようにすることも多分設定でできると思うんだけど、うん、そんな世界、自由な世界でこの間動物愛護団体の人がその動物を守る活動を動物の森の中でやったりとかうん、その動物愛護団体の人が動物の森の中で、ね、うん、動物大事にしようって言うんですよ、うん、面白いでしょ。でちょっとねその僕が不思議だなって思ったところがあって、うん、あのハムスターのキャラクターがいるんですよ、うん、いろんな動物のキャラクターたちがいるから、でハムスターのキャラクターがいて、ハムスターが生活してるわけですよ、うん、で売店に行くと売店にはいろんな家具が売ってるって言ったじゃないですか、はい、その中にハムスターの飼育小屋が売ってたんですよハムスターいるのにハムスターの飼育小屋売ってんのって思って、うん、ちっちゃいやつがね、はい、でさらに面白いのが、集まれ動物の森ってその住人にね服とか、うん、物をプレゼントすることができる、うん、そうするとその物をプレゼントした動物はそれをすぐ着てくれたりとか、うん、部屋に飾ってくれるんですね、うん、で僕そのハムスターにですね、うん、ハムスターの飼育ケースをプレゼントしたんですよ、うん、そしたらハムスターがハムスター飼ってたんですよなんだこのゲームって思ってハムスターのキャラがちょっとリアルハムスターを買うみたいになっていう世界観どうなってんだよって思って、その動物の森にちょっと狂気を感じまして、そのね、だから動物愛護団体がとか出てきたりとかする世界なんですけど、なんか闇が深いというか、いろいろ自由な部分もあってあってあって、なんかちょっとネット規制されてる国があるんですか、うん、動物の森使ってその中だけでちょっといろいろしたりとかあるんだ、国をそういった活動してる人たちもいるみたいな、うん、そうで、うん、その極みですよ、うん、大統領の選挙活動ですよバイデンさんが動物の森で選挙事務所開いたんですよ、うん、すごくない、ね、何動物の森ってって思ってね、なんかやっぱ開いたばっかりはまださらちなのかな、いやいやもう完璧に出来上がってるわけですよ、それちゃんと作ってから出してんだろう、ね、作ってからバイデンさん動物の森を始めてみたじゃないから、あの動物の森に何も使って、うん、がっつり選挙活動するぞってことで事務所も作って、うん、なんかこう冊子とかが置いてあって ポスターとかもあるのかな、うん、なんか これから選挙事務所を作ってるわけですみんなそこに遊びに来れると、あそれ で、ね、あのなんかできで日本はダメなんですよ、うん、でも海外は OK って、うん、なんか不思議だよね、なんでだろうね、自由の国だからかな、日本でダメなのはなんかやっぱ選挙活動とか政治的に使われるとちょっと怖いことが起こるんじゃないかみたいな、あと荒れそうっていうのも、いやでも荒れるのは選挙で荒れるっていうのはまあありそうだよね、あれでしょ、なんか任天堂不思議、面白いよね、元祖マリオブラザーズってもともとマリオとルイジーが協力し合ってクリアしていくゲームだったんだけど、うん、ファミコンの、うん、一回敵を気絶させて蹴っ飛ばして倒すんだけど、はい、気絶させて蹴っ飛ばす瞬間に生き返らせて裏切り、うん、することによって、うん、協力プレイじゃなくて倒し合いみたいな感じで楽しめたりするわけ、うんうんうん、なんか任天堂なんだろうな、この裏の楽しみ方ってそう、ね、なんか根底にあるのかなって思ってさ、いろんな楽しみ方ができるっていうことで、うん、本当にその自由な発想でって、うん、でもまあ選挙の話に絞ると、うん、そのまあ面白いね、その海外では OK だけど日本ではダメって、うん、そのなんか自由な、その僕はその石破さんがやるって言った時、うん、あ面白いねって思ったわけ、うん、だって若者たちが今政治に向くとか向かないとかさ、まあね、もあるわけじゃん、で石破さんだけがやったらさ、それはなんか問題あるかもしれないけど、うん、みんなやるでしょ、そしたら選挙活動だから、まあ、メッセンジャーとして使うっていう、そう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 、なんかまあツイッターとかと変わらないみたいなのも、うん、まあ、考え方によってはね、うんうん、確かに政治とゲームを混ぜたら怖いっていうのはあるよ、うん、なんか普通に遊んでたらさ、うん、いつの間にかその政治的な刷り込みが、そのゲームの中にプロパガンダがあって、うん、なんかどん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 そのね、なんかその政治的思想に錯綜していくというか、うん、まあ、そういう怖い
面もあるかもしれないけど、うん、まあ、動物の森でどうなるのか分かんないけどさまあそのなんだろう、まあ、海外が OK で石破さんがやるって言った時も僕は全然気持ち的には面白いなって、若者のだからどう動かすかが難しいじゃん、まあね、あの気持ちをさ、うん、で今その昔ながらのやり方で選挙活動とかいろんなやり方があるけど、で若者たちがそれが今通じてるかって言ったらなかなか通じてるのか通じてないのか分かんないとこあるでしょ、うん、だからなんかそういう新しい取り組みも面白いなって思ってて、 ダメってなったからダメって思ってたんだけど、うん、バイデンさんがやってるって聞いて、うん、おい、じゃあこれなんかそういう流れできそうだなって思ってね、うん、うん、まあ、これからのその任天堂じゃなくて動物の森じゃなくて、まあ、ゲームがどうなっていくのかなって、そういうちょっと今は笑ってるけどね、なんか先駆け的なことかもしれないねこれね、うん、うん、はい、なんかそのうちファイナルファンタジーオンラインとかにもさバイデンさん出てきたりとかドラクエにバイデンさん出てきたりとかさね、であの普通に遊んでたら石破さん出てきたりとかさ、うん、ね、なんかどっかの教祖とか出てきたりね、出てきたりね、うん、で山本太郎さんとかね、うん、なんかまあなんかそういうのが出てきて、なんか急にこう強いプレイヤーとして完全にアバターで出てきて、でずっとチャットでね、ゲーム内チャットで政治活動してる、うん、ひどいですけどね、うん、そんなことがあるかもっていう話ですね、うん、はい、今更、今日のトークテーマ今更聞けない GoTo キャンペーンなんですけど、ちょっと今日のトレンドでね、まあ、そういうのがツイッターの方に上がってたので、バイデンさんがゲーム使って政治活動するっていうそのユニークなことですね、うん、これトランプさんできるからトランプさんどうなんですかねこれは ね、うん、動物の森の中にトランプター立てたらめっちゃ面白いですよマインクラフトでやるんじゃないのマインクラフトか、マインクラフトはあるかもしれないね、うん、どうね、マインクラフトでもいいよね、うん、でみんなそのトランプタワーのとこに来てね、あの爆弾で壊したりとかしますからね、うん、ゲーム内だとちょっと過激になりそうだなって思いますけども、はい、うん、どうなっていくかね、トランプさん息子ってめっちゃ大きくなってますね、うん、おトランプさんの息子、うんうん、小さかった頃あんまり知らないんだけど、本当に、うん、そっか、トランプより大きいよね、うん、2メートルぐらいあるんじゃない、このトランプの息子の話今から始める、いやいいよ、ごめんごめん、あの全然知らなかった、トランプの息子の身長とかそんな大きいんだ、うん、写真で見てなんか大きいって、ちっちゃい頃まず見たことあるの、うん、え、そうなの、なんか写真で、うん、知らなかったですね、息子がじゃあやるかもしれないね、動物の森、ね、うん、そうそうそう、はい、というわけで、今日のトークテーマは今さら聞けない GoTo キャンペーンでしたけども、まあ、トレンドの方にそういうのがありましたのでちょっと紹介させていただきました。さあ今日のトークテーマは今更聞けない GoTo キャンペーンということで、はい、GoTo キャンペーンのことについて僕はもう全然分かんなくてですね、うん、堂々と言ってるわけじゃないですよ、恥ずかしいと思ってます、この国を動かしている制度のことをね、まるで分かってないと、うん、だから今更聞けないって言ってるんですよ、聞きたいんだけどっていうこと で僕みたいな人がいたらね、逆にそういうのをみんなにこう紹介できたらと思って、これこの後12時半からホテルの人が来るので、はいはい、そこからどしどし聞いていきたいと思います。でね、今日ツイッターでそういうのをやりますよって言ったら、早速来てるわけですよ、コメントがね、あの皆野さんという人から 3名で6泊7日のレンタカーで1万5600円でしたよ笑いってきてるわけですよ。でさらに1人当たり2300円くらいの地域共通クーポンで、ガソリン代やお土産などになりました。今日の19時便で戻りますがまた来月っていう感じでこう沖縄に来た人がね、うん、その使いましたよっていうことで、 3名で6泊7日とレンタカーで1万5600円でしたよ笑って言ってるけど、うん、え、何がって感じなんですよえ、3名で6泊7日してレンタカーついて1万5600円だったら安すぎん、うん、だから実費でしょ、要は実費、うん、安いよね、安いさ3名だよ、うん、え、どんな仕組みなのって、うん、こういうのが来てって思ってて、うん、でも GoTo キャンペーンがちょっとごちゃごちゃしててよくわかんないし、うん、さっきも言ったけどだから後藤って誰だよって思って後藤ってまず誰いや本当わかんないわけですよ。で地域共通クーポンっていうのがね、うん、あってね、その僕の今知ってる情報ではね、あと30分からちゃんと呼びますけど、うん、あのホテルの割引、うん、要は割引がもらえますよって、でそれにしかも地域共通クーポンということで地域で使えるクーポンが
なんかいろんなとこで使えるね、お土産とか買ったりとか、うん、そういうとこ加盟してるところかなで使えるクーポンがもらえますよ。だからとにかく旅行行ったらお得ですよっていうやつなんですよ、うん。それに対してね、あのみんなどれだけ知ってるかっていうのと、まあ、30分からちゃんと詳しく話すっていうのが、まあ、今日のテーマなんですけど、コメントも来てますね、ちょっと読みしたいと思いますね、はい。和をもって角をなくそうよさん、こんにちは。立憲民主のキャス枠で野党合同ヒアリングで GoTo キャンペーンの質疑応答をしていますよ。国会議員の質問の内容は大手旅行者の代理店やオンライン業者にお金の中抜き横流しの印象があるようです。現場はどうなっているのでしょうか、教えてくださいということで、あ、こんなすごいそのしっかりした質問がですね、来ましたね。これ ぜひその後でベイサイド泊まり、うん、ホテルさん、聞いときたいので、ちょっとこれ、どうなんですか、中抜きあるんですか中抜きあるんですかって、ちょっと現場の人にね、うん、まあ、ありますよとか言ったらさ、あと、その GoTo キャンペーンのね、今、キャス枠で GoTo キャンペーンの質疑応答してるんだね。完全に枠かぶったね俺のラジオよりそっち行くよねだってやってんだもん、国会議員がね。うん、そうなんだ、知らなかった。和を持ってそっちつなげてみる、角をなくそうさん。いや怖いよ、その許可とかね、あのちゃんとこう、でもそういうの教えてくれてありがとうございます。それでなんと そのことに関してこっちに来てくれてね、こっち見てくれてんだと、そっちあるのにありがとうございます。後でね、来た時にその質問してみたいと思います。たけしさん、コメント見します。今日のトークテーマ、今更聞けない GoTo キャンペーン。先日沖縄で GoTo 使いましたよ。ホテル代は半分以下になり、2000円分のクーポンももらいました。おお、こういうことよね、うんうんうん。前、那覇泊まるという制度がありましたね。あの時みたいなことなのかなって思ってるけど、うん、あの時はなんか5000円だったかな、あの割引とかで決まってて、うん、でもこっちは GoTo キャンペーンは割引率なんだよね、うん、何パーセントっていう、うん、35% だったかな、だったはず。そういうふうになんか使っていくので、まあ、沖縄で GoTo 使ったという竹石さんのお話ですね。そして、コメント読みしますね。ルルル沖縄さん、 GoTo でどっか行きたいな、怖いなってことでね。そうなのよね、うん、だから GoTo キャンペーンというのがそもそもまだ賛否両論というかね、この気持ちの人はたくさんいるはずね。いるはずよね。俺もそうだし、うんうん、こう沖縄でこう感染率ワースト1位になったのは GoTo キャンペーンのせいだってね、あの言う人たくさんいますよね、うんうん、実際そうかもしれないしね、うん、だって その GoTo キャンペーンのおかげで旅行者がこうバーって増えてね、うん、まあ、いっぱい来てますから。ただまあ、その逆で那覇泊まる時も言ったけど、まあ、その経済の方もね、うん、回していかなきゃ、あの失業者、死んでいく人たちもいると、うん、まあ、深い話なんですけども、難しいところで、うん、俺たちからしたら、まあ、怖えけど、うん、でも現場の人たちからしたら、いや助けてくれと、まあ、こういうふうになんかね、揉めますよね、うんうん、どっちもどっちっていう感じでね、どっちとも言えない、正直言えない雰囲気の中っていうことでございます。カンパスさん、今更聞けない GoTo キャンペーン、どくてもいきます。 GoTo イートで飲んだくれてみたいっていうことで、だから GoTo イートっていうのもあるんだよね、うんうん、GoTo イート、はいはい、食うんでしょ、うん、これ使った？使ってない。だからね、わかんねえんだよね情弱だよ俺たちやめよっかやめた方がいいよな。なんか全然わかんなくてね、はい、GoTo イートっていうのがあって、最近なんか焼き鳥屋さんでなんか不正があったとかっていうのもありましたけどもね、そういうのもちょっと聞いていきたいね、うん、もう呼びましょうかね、今聞いてね、もう30分からやってたけど、うん、もうわかんねえもんだって早く呼んだ方がいいね、うん。ライツさん、ハイサイ元気ってことでね、はい、絶好調でございます今日も。和をもって角をなくそうよさん、立憲キャスは今やってないです。あ、やっていたという過去形です。質疑応答の機会もあるのかもしれません。あ、そういうことですね。伊助さん、中抜きと横流しって同じかな。中抜きは、中間マージンのことだと思うけど、中間業者は代理店のそれ、過去マージンがないと成り立たない。もちろんそのマージンの割合が高いのはいろいろ問題も生じますけど、ということで中抜きと横流しのことについて、それは同じかというふうに今疑問提言してますね、うん、はい。というわけで、じゃあ今回その GoTo キャンペーン、今更聞けない方、今こんな風に質問とかもありますので、ベイサイド泊まり W さん、ホテルのね現場の方にちょっと来ていただいて、中抜きやってるんですかっていう聞くかっていう、聞くけどどういう現場状況なんですかっていう感じでね、お話を聞ければいいなというふうに思います。というわけで、那覇市の歌をですねお聞きいただきながら少々お待ちください。
けぼの清きみんなみの港にぎおうのも船や町は日高のかずまして、いや栄えゆく我が緑も深き大の山、巡る家の水なごみ、清き心に物人の結び親しむ我が那覇市。ゆかりも古き波の上、を捧げもて理想の自治に進まらん、望み輝く我が那覇市。ウマンチュニギを一マイル、誇れる島に笑顔咲く、優位の心で共に生き、平和育む我が那覇市。修練の国の城下町、歴史の息吹受け継がん、万国神業ここにあり、明日を開く我が那覇市。緑の風の那覇空港、なりわい香るおろくの地、若い力の生きたかし、未来さあ時刻は12時28分になりました。 FM 那覇から生放送でお送りしてますトークランジョンビート、ここからですね、今日のトークテーマ、今更聞けない GoTo キャンペーンについて、ホテルの現場からベイサイド泊まり W さんの、お二人に来ていただいて、いろいろ聞いていこうということでございます。今日は、ベイサイド泊まり W からお二人の方、じゃあ自己紹介お願いいたします。はい、はじめまして、こんにちは、石川さやかです。よろしくします。よろしくお願いします。はじめましての方は、はじめまして、 2,3 回目の方は、こんにちは、四季名ひかりです。よろしくお願いします。こなれてきてますね、はい、慣れてきました。慣れてきましたね、はいはい、というわけで、先ほどからの放送も聞いていただいているとは思うんですけれども、僕は GoTo キャンペーンについてですね、あまりよく分かっていないところもあって、うん、またそのリスナーの方でもね、 GoTo キャンペーンについて分からないという方だったり、あともっと深いところ、そのなんかその制度として、はい、まあ、どういうふうに現場で活用されているのかみたいな、この質問もあったりとかしたので、はい、ちょっと聞いていきたいところなんですけども、まず最初に、うん、ベイサイド泊まり W さんって、そのどこにある、どういったホテルかっていう、その紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、那覇市の泊まりにありますビジネスホテルとなっております、うん、はい、9階から10階の、10部屋の、ホテルとなっております、うん、シティビューなので、ぜひ見に来てください、はい、遊びに来てください、景色綺麗ですよね。めちゃくちゃシティビュー、キティ、いや、キティ、緊張してます。迫れたんじゃないの。すいません海も見えます、何気に海も見えるので、はい、ぜひ泊まりに来てください。本当にね、泊まりに、うん、泊まりに来てくださいっつってね。はい、ありがとうございます。はい、CM ベイサイド泊まり W さんですけども、うん、長谷川純さんがベイサイド泊まり先月泊まりましたっていうことで、ありがとうございます。長谷川さん、はい、わかります。わかりますか。はい、ありがとうございます。もう利用者もいるということで、はい、前はね、那覇泊まるの時に、告知いただいて、うん、はい、非常にそのホテル、いいホテルっていうことを紹介させていただいたんですけども、今日はですね、そのお二方に、GoTo キャンペーンについてちょっと聞いていきたいと思うんですけど、はい、まず最初に GoTo キャンペーンってそもそもどんな制度なんですかっていうのをちょっと聞いてもいいですか。はい、はい、
ん、私どっちあのコロナ禍でちょっといろいろサービス業が休業に追い込まれて、うん、でまあ、その経済を潤すっていう形で、国が始めた政策の一つで、うん、宿泊関係およびまあそれにかかる他のその他のちょっとサービス業に、はい、まあ助けができればみたいな感じなのかなと思ってますけど、はい、うん、すごい説明上手ですね、はい、あの国の制度でね、その、はい、要はだから旅行にかかるその割引が使えるっていうことですかね、はい、そうですね、はい、これ宿泊だけですか、旅費とかも聞くんですか、旅費全般っていうふうにサービスをできるように仕組み的になってます、はいはい、なるほど、はい、でその還元じゃない、割引っていうのが、はい、どれぐらい割引されるんですか。成果の宿泊料金の 50% が還元ということになっていて、宿泊料金的には 35% オフ、はい、で残りの 15% は地域共通クーポンという形で、はい、まあ、ホテルから波及するアクティビティだったり、はい、うん、ガソリン、あと飲食だったりっていうところで使えるチケットを直接当日お渡しします、はい、おー、なるほど、はい、35% じゃあホテル代の 35% はこの GoTo キャンペーンで、うん、割引がかかるっていうことなんですね、はいはい、じゃあそれを使ってみんな割引してるよっていうのを今言ってるわけなんですね、はい、あ、なるほどなるほど。で地域共通クーポンっていうのが、はい、そこもちょっと分かんないんですけど、はい、この、まあ、その全体の 15% が、はい、地域共通クーポンということで還元されるっていうんですけど、はい、この地域共通クーポンって何に使えるクーポンなんですか。一番ちょっと沖縄は導入が遅れてるということで聞いているので。あ、そうだったんだ。今のところ一番早いのだとガソリンスタンド、うん、コンビニとか、はい、あとスーパーなのかな、うん、っていう形で使えるようになってますね、はい、あ、今ですね、映像の方では四季名ひかりさんがですね、そのクーポンのクーポンをですね、今カメラの方で、ラジオではちょっと見れないんですけど、はい、YouTube とかツイキャスのカメラの方で見せてくれてて、うんうん、あ、こんなクーポンなんだって僕初めて見ましたね。そうですね、いわゆるビール券とかお米券みたいな感じのものです、はい、そうですね、そうですそうです、1000円単位で発行されてるクーポンとなっております、はい、初めて見た、あれなんだあれ、はい、でも今沖縄で使えるところは結構限られてるんですか。加入申し込みをすればサービス業は対応になるみたいですけど、はいはい、あのまあ8月にコロナ禍でちょっと緊急事態宣言で沖縄県がお休みしてたので、はい、サービス業の方々も結構休業されてたようで、はい、そのタイミングが一番最初の申し込みの時期だったと聞いてるので、ちょっと出足が遅いというふうには聞いてます。あ、そうなんだ。でも増えてきてますよ、まあ、全然増えてますよ。でもやっぱ近くに大きいホテルさんがある近くのお土産屋さんだったり、うん、コンビニだったり、はい、ガソリンスタンドさんだったりは、うん、今のブルーのポスターみたいな形で、うん、地域 GoTo トラベル、はい、こう共通クーポン取り扱いしてますっていう、うんうんうん、なんかポスターみたいのがあるんですけど、うん、そういうのをちょっと貼ってらっしゃる感じですね、はいはい、あ、そうなんですね。それだと分かりやすいですよね、うんうん、はい、でね、僕がね GoTo キャンペーンよくわからないなと思うところが、時々そのニュース、時々っていうかちょっと前にニュースで、うん、なんか制限ちょっと縮小、うん、なんか何回でも使えたのに1回までになりましたよみたいなこと聞いて、はい、でなんか今どんな感じなのかなって、その使いやすさっていうのはもう下がったんですか。今は少し元に戻ったというか収束しました、はい、収束、はい、今はどんな感じですか。何回でも使えるんですか。回数の制限はないです。なくなって戻る理由はしました。この問題ってそもそもなんで起こったんですかね。このキャンペーンを始めた時に一番予約が殺到したのが大手の予約サイトさんで、はい、でその予約サイトさんっていうのはもともとこの取り扱いに限度額っていうか予算枠っていうのを国からもらってるんですけど、はい、その予算が早くに達成しそうだという見込みのもとに制限を独自でし始めたっていうのが話題になったんですよ。あ、なるほどね。 GoTo トラベルキャンペーン事務局が制限をしたのではなく、はい、大手予約サイトが独自の制限をしたんですけど、はいはい、すごく大きな予算なので、はい、やっぱ国が動いた的な感じ。あ、じゃあ最初は無制限だったものが、はい、その結構それが人気で、はい、そうですそうです、いっぱい予算が使われたと、うん、そうですね、それで思ったより出足が早くて、はい、なくなりそうになっちゃったと。そうですそうです。で大手旅行会社さんは制限を一人一回までにして発し始めたけれど、うん、数をもっと集客しようとしたのかな。いろんな人に使ってもらおうと。そうですね、はい、多分、まあ、そうですよね、いいことしようとしたんでしょうね、うん、はい、でそれだと
ということで国の方かな、 GoTo キャンペーンの事務、まうんそうですね、予算がまたそれもっと使ってくださいってことで予算を、うん、もっと予算を追加したって感じなんでしょうかね。それで戻ったな、るほど、それで外してもらった制限を、うん、そこら辺がすごくごちゃごちゃしてましたよね。すごく前後してなんか、ね、今のところはもう元に戻って、はい、今、うんうん、最初に思ってた GoTo キャン、まあ、最初に思ってたところも、ね、ちょっと分かんないんだけど、うん、そうですね、無制限 で、 そうです、誰でもその 35% の、うん、を受けれるし、受けれるし、はい、15% の、うん、はい、地域共通クーポンももらえる。じゃあこれは最初の頃とそんなに変わんない。変わらない、よかった、ね、今からその GoTo キャンペーン使うとちょっとなんか損なのかなとか、うん、最初に使ってた人たちより利益が少ないのかなって思ったけど、そんなことないんですね、はい、あ、なるほど、じゃあ今から使っても十分にお得なサービスを受けられるっていうことなんだ。そうですね、でもまた情報がまたコロ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 変わるので、うん本当にね、もう私たちもそうなんですけど、あの利用してくださる方々もできるだけ情報を追ってで、うん、あの予約、うんうん、確認しながら予約をしていただいた方が確実ですね、はい、あ、来てもらっていいですか、その度に。わかりました、あの呼んでください、僕ちょっとね、呼んでください僕 それをね、専門のやっぱ人に聞いていきたいし、なんかそういうのがあったらまたベースです、はい、ちょっと来てもらって説明してもらえたら助かるなと。勉強します、ごめんなさい本当に、はい、じゃあもう無制限で使えるっていうことで、うん、あとは一人何回でも使えるっていうのは変わらないってことが分かったので、うんうん、はい、まあ、よかったなと思うんですけど、はい、まあ、実際にじゃあ GoTo キャンペーン使うってなった時に、うん、なんか面倒くさそうだな、この予約サイトになんかやってって、こう、はい、スマホとかインターネット使わないといけないのかなって思ってるんですよ、はい、今僕は、はい、実際に GoTo キャンペーンを使うってなったら、はい、どういう手順で使うんですか、はい、はい、まあ、申し込み方法はざっくり言うと3つあって、3つ、はい、パソコンから予約サイト、はい、うん、あのじゃらんとか楽天さんとか大手さんから、はい、まあ、泊まりたい施設を探して予約をする、うん、でもう一つは、最寄りの旅行代理店さんから、はい、まあ、いわゆるホテルパックのようなものを、うん、で購入をする、うん、であと3つ目は、宿泊施設さんによりますけれども、登録をしていれば直接電話だったり、うん、直接ホテルさんのメールの方に問い合わせをして予約をすることができる、はい、この3つのパターンがあるので、もともとネット環境でちょっとね苦手だっていう方は、もう単純に泊まりたいホテルに問い合わせて電話をして、うん、はい、予約の相談をされた方がいいかなと思います。それはありがたい。例えば他県に泊まるときだったら、はい、あのそれはインターネットとか使ったり旅行代理店さん使ったりするから、うん、はい、まあ、あの分かるんですけど、はい、例えば沖縄にいてね、はい、あの地元のそういうところに泊まったりとか、ね、キャンペーン使いたいってなったときに、はい、地元だから電話したり行った方が早いじゃないですか。そうですね、好きなホテルとかもあると思うので、うん、そう、うん、それで直接、まあ、やってるところだったら直接予約もできますよ、うん、電話して。そうですね、もともとフロントの予約デスクみたいなところにかければいいかと思います、はい、できると、うん、これはベイサイド泊まり W さんも直接 OK？ OK です、 OK です。よかった、はい、そっか、じゃあそういうところも探してみて、はい、あの GoTo キャンペーンを地元のホテルに地元の人でも使えるっていうことなんですね。そうですね、はい、あ、なるほど、だからみんななんかすげえ得したよって顔してツイッターに、ね、ツイッターにガンガン上げてまだ使ってないのみたいな感じだったんだそっかそっか、いや、そうなんだ。あとですね、ちょっとこれ知ってるかどうかも伺いたいんですけど、はい、そのさっき言ったインターネットで予約するときに、はい、あの大手のサイトとかこう使ってってまだやったことないんですけど、うんうん、そのいつも通りにその県外の予約するときにネット使ってるときに、はい、GoTo キャンペーンっていうのがもう自動でその適用されるのか、うんうんうん、それともなんかチェック入れたりするみたいな感じなのか、はい、予約サイトからの予約は、はい、基本的に会員、登録が必要になっていて、そっかそっか、はいはい、で会員登録をした後に、うん、会員用にあのこのGoTo トラベルキャンペーンのことをクーポンというふうに言ってるんですけど、はい、クーポンをゲットして、はい、でそのクーポンをゲットしてから予約をするっていう形になるんですよね。ちょっとワンクッション作業があるので、うん、いやでもその会員登録はしますよね基本的に、うんうん、あの予約、まあ、まあした方がいいかなと思う。あ、そっかそっか、するのがありきで、はい、GoTo キャンペーンが適用されると思った方がいいかもしれない。じゃあそれぞれの大手 その旅行会社さんとか代理店さんとか、うん、まあ、じゃらんとか楽天とかルルプとか、そうですね、はい、ね、なんかいろいろありますけど、そこら辺でちゃんとまた案内してくれるっていうイメージで言うんですね、はいはい、そうですね、はい、各予約サイトでやり方が少しまた違うので、ちょっとだけ違ってたりするので、はいはい、はい、あ、でもなんかできそうって感じがすごいしてきました、うんうんうん、ありがとうございます、ね、ホテルなのにその他のとこに宿泊するとこ のサイトの説明までしていただいて本当にありがとうございます、というわけで、あともう一つだけ GoTo イートって、はい、なんか
なんか不正があったんですかね。取引の錬金術っていう言葉だけ見たことあるんですけど何え今のこの時代にアルケミストがいるんですかってちょっと思いまして何ですか貴族が錬金術してるっていう、そもそも沖縄県に取引という居酒屋はないんですけど、そうですよね、ないです。内地の居酒屋さん、はい、でそこで錬金術が行われたっていうのが、はい、そもそも GoTo イートで、はい、あのグルナビさんとか、はい、あのこの飲食店の予約サイトがあるじゃないですか、はいはいはい、そこから予約をすると、ランチを予約したらポイントが500ポイントもらえるんですね。予約したら500ポイントもらえる、はい、でディナーだと1000ポイントもらえるっていうのが GoTo イートで、はい、1人当たりその1000ポイント500ポイントをもらえるんですけど、はい、なんとこの取引さんが、はい、あの飲食店でチャージもチャージ代お席のチャージ代もいらずにもう298円からもうご飯が食べれるので、はい、グルナビさんから予約して、はい、298円のご飯を食べて、はい、1000円のクーポンゲットして帰るっていうお客さんが結構いるらしくて、はい、その差額を儲かってる儲けてる取引のさんがあのお客さんがお客さんの方が、はいはいはい、ちょっと難しいなって言われて、取引族さんは別にそういう儲けてるとかじゃなくてではないです、ね、いやむしろ赤字だと聞いてます。あそれでじゃあこういう使い方をして、はい、そうかそうか、取引族さんだってねこれで来てもらっていっぱい注文してもらった方がありがたいのに、もちろん良かれと思ってやったサービスなんでしょうけど、まあ、ちょっと抜け目があって、うん、まあ、もともとそのポイントを貯めて何かを買うっていうのが好きなお客さんが、うんうんうん、まあ、食いついたと思った方がいいですね。あそうだったんだ、食べるの好きな方いらっしゃるんじゃないですか。僕ねそここら辺あんまり知らなくて取引族さんが何か悪いことしたのかと思ったんですよ。そういうわけではないんですね。じゃなくてむしろなんか泣きが入った感じですかね。あそうだったんだ、うん、そういうふうになんかお客さんで錬金術する人がいたと。でやっぱこういうサービスすごくお得じゃないですか、はい、なんかそういうところでなんかこう業者とかなんか不正みたいのがあるんじゃないかって思ってる人がいると思うんですよ、はい、それがさっき輪を持って角をなくそうよさんが言った、うん、大手旅行代理店やオンライン業者にお金の中抜きや横流しの印象があるようですっていうような言葉を言われていると思うんですね、うんうん、はい、で現場はどうですかっていう感じに今あの質問が来てるんですけど、はい、ここら辺ってどんな感じなのかなっていう、うちはもうちょっと小さいホテルなので、はい、正直、旅行代理店さんとの契約代理店契約がないので、うんうんうん、ちょっとそういう中抜き的なイメージのものはないんですけど、はいはい、まあ、元々ホテル宿泊施設さんは予約の取り方を自分たちで取るのか、うん、予約サイトから入ってくるのか、うん、旅行代理店からのいわゆるホテルパックみたいなもののホテルの中の施設として、はい、あのエントリーするのかっていう形でお客さんを集めているので、うん、単純にそれぞれが会社ですから、うん、手数料が発生してる、うんうん、まあ、GoTo で割り引かれようとも そうですね、そこも会社間のまあ、契約なので、うん、契約手数料が発生しているという感じですね。なるほどな、うん、あすごく分かりました、ありがとうございます、まあ、じゃあここら辺でその GoTo イートの、あすみませんちょっと話戻るんですけど、 GoTo イートのその不正っていうか、うん、不正っていうのかな、なんか錬金術みたいなのっていうのは、うんうん、もう対策されたんですかね。なんかあの取引族さん側でなんていうの、まあ、最低どのぐらい食事してほしいとか、なんかそういう取り決めをやったそうですが、事務局の方でもなんかあのいくらいくらから使ってくださいとか、なんかそういう政策があったらしいんですね、はいはいはい、自分たちはしっかりまだ調べてはないんですけど、いやいや申し訳ないです、ちょっとね、ごめんなさい、飲食店でちょっと範囲外の、はいはい、範囲外だと思うんですけどね、はい、本当にありがとうございます。そこまでね網羅して意外と答えてください。いや自分もすごい使いたいですからね、いいと使いたいから、そうですよね、うん、そうなんですよ、消費者側としてはね、そうです、そうです、はい、というわけで、いろいろ本当に、こういう現場のこととか GoTo キャンペーンのことを教えていただいて本当にありがとうございます、ね、こんなに教えてもらってね、ベイサイド泊まり W さんの宣伝をしないわけにはいかないですよ ね、 ここら辺は ね、 ね、持ちつ持たれつですから、ね、ありがとうございます待ってました、というわけで、じゃあ GoTo キャンペーンで例えばベイサイド泊まり、うん、ベイサイド泊まり W さん使おうってなったら、どういうふうに なるのか、どんなぐらいの金額になってどういうプランになるのかっていうのをちょっと教えていただけたらいいなというふうに思います。はい、そうですね、まず、はい、一泊一室5900円で、はい、うちなんちゅの方々は泊まれるんですが、この GoTo キャンペーンを使えば、はい、宿泊代金から 35% 引かれるので、うん、3570円、
はい、だったと思います。それくらいで今泊まります、はい、1泊1室3570円で泊まれるので、はいはいはい、なんと2人で割ると1800円か900円ぐらいで、1人当たり1800円か900円ぐらいで、1部屋3575円ってこと。そうです、2人で泊まってもいいってこと。その部屋、そうです、2人で泊まっても3500。そういうことなんだ、うん、なので1人当たり1800円か900円ぐらい、はいはいはい、になるのでとてもお安くなります。いや実は今この話は事前に聞いてた話で、うん、ベイサイド泊まり W さんは5900円のお部屋がありますけど、うんうん、今回のこのキャンペーンとか割引を使うと3575円になりますよっていうのが伺ってたんですけど、これダブルってかあの2人で泊まれる部屋なんですね。そうなんです。そうです、そうだったんだ。ツインルーム、さらにお得じゃないですか。そうなんですよ、ツインルームなので、はい、2人で泊まったらさらにお得ということで、でそれに加えて、はい、地域共通クーポンも出た1000円分ゲットできます。わお、これでお土産買ったりなんかできる。そうですね、ご飯食べたり、ご飯食べたりいろいろできますので、はい、お安くで泊まれると思います。那覇の泊まりにもし用事があったり、なんかちょっと非日常から抜け出したいなってお客様がいれば、はい、お安くでぜひ泊まってゆっくりして過ごしていただければなと思います。わお、すごい、そうだったんだ。はい、はい、ね、ベイサイド泊まり W さんすごくお得に泊まれるっていうことでね、はい、まあ、地元の人からするとね、こういう地元のホテルとかいろいろ探してる人たちいるので、うんうん、本当にこう僕もお勧めしたいというか、ありがとうございます。まあ、GoTo キャンペーンはその割引率が 35% とかだから、ちょっと高いホテルに泊まれば泊まるほど得みたいなところはあるかもしれないけどね、高いホテルに泊まるのは多分県外に行くときとかだと思うんですよ。地元の人はやっぱ地元でそういうとこ探したいって思ったときに、うんうん、はい、ベイサイド泊まり W さんすごくおすすめです。僕もでコメント来てますね、和をもって角をなくそうよさん、ベイサイド泊まりさんはクリーンですね、ぜひご利用白です、白ですよクリーンですねありがとうございます。はい、ですね、長谷川純さんがベイサイド泊まりさんはおいくら万円になるんですかっていうことでしたけども、3575円1室おいくら万円ってね、もうちょっと取ってもよかったかもしれない、はい、あ、長谷川さんお待ちしております。お待ちしてます、リピートお待ちしてます、はい、また利用しようかなというふうに言ってますね。ありがとうございます。はい、ということでございます、はい、今回はですね、あと長谷川純さんベイサイド泊まりは近くにルビーとリッキーがあるので便利ですよってことで、うんうんうん、あ、そうです、純さんありがとうございますありがとうございます、言い忘れてましたシャワーヘッドが大きくてよかったです。 ありがとうございますめっちゃありがとうございます、もっと書いてください助かりますいや本当に、たくさんね、いいことづくめのベイサイド泊まり W さん、あとでホームページの方の記事にも記載させて、記載というか投稿させていただきますし、あとツイッターの方などでも宣伝させていただきますので、うんうん、FM 那覇のホームページ、ツイッターなどをチェックしてください。最後に何かお伝えしたいことありますか。あ、すいません、はい、めちゃくちゃ忘れてたんですけど、はい、もし FM 那覇聞きましたよっていうお客様がいらっしゃれば、ありがとうございます。また前回もあったんですけど、今回もマスク&マスクを用意してきました。あ、しかもプレゼントで前とちょっと違うマスクが、ちょっと使い捨てじゃない方のピンクマスクもあります。あ、いいですねプレゼントさせていただきたいと思います、はい、これが、先着5組ですね。先着5組、はいです、はい、今回 GoTo キャンペーンを使ってベイサイド泊まり W に泊まればなんとマスクもプレゼントしてもらえるということでございます、はい、そして、3575円で2名、うんうん、2名ですね、最大、はい、2名泊まれるとこ1人当たり2000円以下でね、泊まれて、しかも1000円のクーポンもらえるってことなので、はい、このベイサイド泊まり W さん、ぜひこの GoTo キャンペーンの時期活用してみてください。今日は、ベイサイド泊まり W さんからお二人の方に来ていただきました。石川さやかさん、四季名ひかりさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
さあ時刻は12時50分になりました。今日は、はい、今更聞けない GoTo キャンペーン、はいはい、ホテルの現場からベイセイド泊まり W さんにいろいろ聞くっていうことで、うん、たくさん聞けました。とてもありがたかったですね、はいはい。まあ、まとめるとですね、GoTo キャンペーンっていうのは、まあ、35% の割引、うん、そしてその全体の 15% の還元で、地域共通クーポンというのがもらえるということで、はい、そこら辺がちょっと分かんなくても、まあ、大手旅行サイトだったり、うん、現場ホテルのに直接電話すれば聞けるっていうので、うん、誰でも本当に活用しやすい、キャンペーンだということが分かりました、はいはい。もうね、僕は全然分かんなかったんですけど、あ、後藤って誰だよって聞くの忘れてたね忘れてた。それは、はい、あと錬金術の話もね、錬金術のね、うん、話も、ありましたね。鳥貴族の話とかもちょっと聞きましたけれども、うん、まあ、ぜひね、ベイサイド泊まり W さんを調べていただいて、もらってね、長谷川さんベタ褒めだったね、ね、うん、口がきつくてそのね、並大抵のことでは褒めない長谷川純さんだからこそ、その信用できる、うん、あの人がね、シャワーヘッドがでかくてよかったとベイサイド泊まり W さんはちゃんと部屋を冷やしてくれていると、言ってましたから、うん、おすすめでございますねはい、というわけでぜひとも、この制度活用してみてくださいね。どうですか、局長も活用したいというふうに思いました？あ、そうですね、うん、とか、まあ、ベイサイドだったら中部とかの友達呼んで、うん、まあ、こっちでご飯してもう泊まっててもらうとかね、うんうんうん、とか、うん、まあ、自分も使って、ね、ちょっと遠めのとこに泊まるとか、うん、いろいろできるなって思いました。そうですね、うん、コメントもちょっと見せたいと思います。たけしさん、 GoTo イートを予約した時点でポイント付与されちゃうから、予約して連絡なしでドタキャンする人も多いってお店の人が嘆いてました。もう対策されてるかもしれませんが、とか、わを持って角をなくそうよさん、似たようなものでホテル予約してキャンセルしてポイントをもらって、いろいろな宿泊をした人が詐欺で捕まったことも確かあったと思います。ポイント詐欺のような特殊詐欺もあるのかもしれませんね、勉強になります、ありがとうございます、とか、コメントをいただいてますね。たけしさん、得した、私は旅行サイトではなくホテルのサイトに直接予約を入れましたが適用されて大助かりでした、はい、いろいろコメントをいただいております。本当にありがとうございます。ね、カンパスさん、社長局長で泊まってみてということでね、いいですね僕と局長でベイサイド泊まりホテルに泊まったらですね、多分朝までプレステ4やってますよ、うん、朝までにそろそろ5出るけどな、そうスカイリムクリアできるかとかね、絶対できねえけどね朝までにできるかって VR まだクリアしてないでしょ、 VR、うん、VR やろか、 VR ね、ま、うん、すげえ酔うんだよなあれな。でも、うん、ホテルでね泊まってずっと VR でねやるっていうのは面白いですね、ちょっとねやっぱ違うな、うん、優雅に食事するとかじゃない、ね、いやもうゲームですよずっとね、VR だから景色もクソもないっていうからさホテルの内装も何にも関係ない、ここでいいじゃんって、ね、ここでいいVR の世界で完結しちゃうからでございます、はい、はい、ですね、あとはコメントも他にも来てますね。 あと鳥貴族の話か、 GoTo イートのやつね、伊助さん、利用者が鳥貴族の穴をついたんでしょということで、うん、僕勘違いしてました、鳥貴族が何かやらかしたのかなというふうに思ったけど、そう思ってる人いたかもしれないけど、うん、あれお客さんがね、うん、そういうふうな使い方をして問題になったっていうことなんですね。あっちから店からしたらもう一番安いの一品だけ頼む人がいるから、うん、普通のお客さんが入れなくなるんだよ ね困るよね、うん、入れなくてそれは赤字にもなるよね、うん、非常にだからこういうのはやっぱ正しく使ってね、いい方向にね使うっていうのもそのこの国のためというかね、うん、国のためってまでそんな使命感持たなくてもいいけど、うん、誰かのためになることだからさ、うん、そういう風な使い方をしていくといいかもしれないよね、本当に、はい、というわけで、僕もあとベイサイド泊まり W さん泊まったら、FM の方を聞いたといえばマスクもらえるそうなので、うん、ね、泊まりマスクかな、チキナマスクか光マスクかまあ、マスクもらえるということで、ぜひ、FM 那覇聞いたって言って泊まりに行ってください。そしたら、ね、ベイサイド泊まりホテルの社長さんがですね、お FM 那覇やべえよってFM 那覇やべえなってなるからね、スタッフに行ったらんとかって言われたら悲しいけど、悲しいね、んFM 那覇ってどこの曲ですかそう、ロイター版のみたいなロイター版のじゃねえよそこは知ってんのかよ相当ファンじゃねえかよロイター版知ってたらよってことでございますけど、うん、はい、というわけで FM 那覇
今日も生放送でお送りいたしました、本日のお相手私奈良蓮とセバスチャンでした。 GoTo キャンペーンぜひベイサイド泊まり W さん後で記事にもあげますから見てみてくださいね、それではまた明日バイバイ。